上手な喧嘩の仕方ってあるんですね。そもそも喧嘩なんかしない方がいいとは思うんですけれども、喧嘩って実はすごく大事なんですね。で、なんで大事かっていうとですね、こんにちは、赤井夫婦です。今日のテーマは上手な喧嘩の仕方についてお話ししようかと思います。喧嘩って上手な方法とかあるの？と思うかもしれませんが、実は上手な喧嘩の仕方ってあるんですね。そもそも喧嘩なんかしない方がいいとは思うんですけれども、喧嘩って実はすごく大事なんですね。なんで大事かっていうとですね、喧嘩っていうのは日頃コミュニケーションを取っている中でちょっとした不満があったりとか、辛いことがあったりとか、もっと深く喋りたいなって思う時あったと思うんですけど、うまくできない時に喧嘩という名のもとにそのコミュニケーションを取ろうとする行為だというふうに思ってます。なので喧嘩って重要なコミュニケーションだなというふうに思ってます。ただこの喧嘩ってエスカレートすると大変なことになりがちです。なのでよく僕らは忍びを放つって言うんですけど、パートナーって相手の痛いところをつくの上手ですよね。これ逆に僕もそうだし、うちの奥さんも僕に対してそうだし、それ言うかみたいな、それ言うと超辛いよみたいなのを一撃で城の城主を落とすみたいな一言を発してしまいがちじゃないですか。これを忍びを放つって言うんですけど、上手な喧嘩をする上で重要なのはこの忍びを絶対に放たないことです。それ言うかを言ってしまうと、その瞬間に終わってしまうカップルもいるからです。じゃあかといって喧嘩をしない方がいいかというと、喧嘩っていうのはお互いに信頼関係がないとできないので、この人と喧嘩をしてもいい、この人と何か言い合ってもいい、受け止めてくれないと喧嘩って成立しないんですよね。だからお互いに信頼関係があるから喧嘩ってできるので、喧嘩をし始めてしまった時、忍びを放たないことだけ気をつけたいと思ってます。とは言ってもね、とは言っても忍びって放ってしまいがちなんです。なので最近僕らが喧嘩をし始めた時にやったらいいなと思っていることが一つあります。それは何かというと、速やかにですよ、その場から離れるということです。喧嘩が始まったら速やかにその場を離れるってことだけ覚えておいてください。なんでそんなこと言うんだろう、なんでだよってこうやるとですね、どん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 エスカレートしていきます。なので喧嘩が始まってしまった、言い合いが始まってしまったと思ったら、速やかにその場から立ち去ってください。速やかにパートナーとの距離を取ってください。なんで逃げるのってなりますよね。なるんだけど、ここは距離を取った方がいいです。距離を取ることで冷静になれるからなんです。これがすごい重要。僕もうちの奥さんと喧嘩した時に、その直面してる時はバーってやっちゃいますけど、あっと思った時は速やかに外出てある程度距離を取るようにします。そうすると冷静になる瞬間が訪れるんです。そうすると、今日は言い過ぎてしまったなとか、あんな風に言わなくてもよかったのに言ってしまったなっていう風に振り返れる時間が訪れるんです。これが救いです。そうすると、例えばメッセージとか LINE とかメールでもいいんですけど、今日言い過ぎちゃったよねっていう風に言えますよね。そうすると相手も距離を取ることによって冷静さを取り戻す瞬間があるんです。そうすると、私も僕も言い過ぎてしまったねってなって、お互いに歩み寄ってまた元の関係性に戻ってコミュニケーションすることができたりとかするんですよね。なので、もし喧嘩が勃発してこれやばいぞっていうモードになった時におすすめなのは、その場を速やかに立ち去って距離を置いて冷静さを取り戻すということです。でもですよ、それできない場合あるじゃないですか。その時も対処法一つ教えておきます。それは何かっていうとですね、掃除をし始めるということです。速やかにその場の掃除を始めることなんです。よくキッチンを掃除し始めるんですよ、こうやって。そうするとどうなるかというとですね、冷静さを取り戻す瞬間が訪れやすくなるということが分かってきました。なんでか分かんないですけど、掃除ってやると無心になるんですよね。無心になると面白いんですけど、ハッと、自分は言い過ぎてしまったなっていう瞬間が訪れやすくなる。これも最近分かったことです。なので、もし喧嘩をし始めてしまった場合、覚えておいてほしいのは、忍びを放たないように注意する。忍びっていうのは、その一撃を言ったら相手がもうグサッとして立ち直れないようになってしまうようなきつい一言、これを言わないようにするのが一つ。そしてもう一つは、できるだけ速やかにその場から離れて距離を置いて冷静さを取り戻す瞬間を待つ。もしその場から離れられなかった場合はどうしたらいいか。掃除をする。雑巾がけが一番効果的です。なぜかわからないけど、雑巾がけするときって心がふっと我に返るときがあるので、そうやって冷静さを取り戻して、あとは気づいたなという形でふっと我に返るときに、そのことを相手に伝えてください。そうすると、その喧嘩は二人にとって必要な喧嘩だったりとか、必要なコミュニケーションになるんじゃないかなというふうに思います。今日は上手な喧嘩の仕方というお題でお話しいたしました。こんなこと聞きたいというのがあったら、コメントに気軽に書いていただけたら嬉しいです。あとですね、いいね、また超いいね押していただけると嬉しいし、この動画が良かったらぜひシェアボタンを押して、この動画をシェアしていただけると大変嬉しいです。赤井夫婦でした。じゃあねー。